ここからまた登るんですよね。ロードはたの車種とは別物。ロード。990、そこで生ポですよ。でも子供に面倒見てもらうのも情けないよな。まあ、ただいい自転車かえっていう人いるよね。自転車にも寿命あるからな。きっとツーリングしている若い人に出会うんだな。そう、若い人に。ここは涼しくは、今は日陰だったらまあまあですけどね、風受けてりゃ。クレーマー。あ、今トカゲか。うん。ん？自転車でも？あの、ユニクロの機能性のやつは結構いいと思いますけどね。あ、園長のありがとうございます。よいしょ。ユニット。うん。なるほど。玉押しなんかついてたっけ？よいしょ。園長、やっぱり聞いてないな。よいしょ。そう、ぶち切れないと。ユニクロ、私ユニクロだって、ユニクロ普段から下着とかは、普段着はユニクロですけど、逆になんかユニクロじゃなくてちゃんとしたところにちゃんとしたものを買いに行くっていうのは私にはできない、そういう目がないから。成功じゃなくて今手でやりました。ユニクロ、そうですね、ホイールが緩んでたことあったんで、クイックは確認しました。また外して改めて締め直したんですけど、やっぱ買わないですね。フォークの可能性が高いんじゃないかな、これは。フォークかフレームの方だったら、これこのチタンフレームがダメになったら私困るんですけど、本当に自転車買い直しになるな。専用の靴履く方が多分快適なんだろうと思うけど、あんまりわかんないですね。ずっともう私スピーディー靴しか履いてないから。ブッチ、ブッチルートはそうです。ガーゼとマスク、サドル。あ、おはようございます。天気なかなかいいですよ。下にクラックとか入っているとちょっと修理は難しいのかな。サイクルジャージで行こうと思ったけど、最後の最後で寝坊して自転車で行けなくなったんで、一応ジャージは中に忍ばせていくだけにしといたけど、正解だった。誰一人ジャージで来てやしね。あの辺でバッチリです。大丈夫です。予想外に晴れまくってます。フレーム塗装、クラック着てたら関係ないですよね、塗装かどうかは。てか塗装は剥げまくってますね、今。輪行して。で、輪行時にキャリアと触れ合ってるところがもうえらいことに。でもキャリアがアルミでフレームがチタンだから、多分チタンが勝ってる。ああ。チタンは十何年かな？ 10 年ちょいぐらい。トイレはもっと我慢しておくように。ちょっと面白がって言ってますけどね。イオン、そうですね。5万キロは、いやー走ってないんじゃないかな。汗かいても砂漠で喉が脱水状態になってもしっこは逆に出るようになるってマスターキートンが言ってた。その回だけなぜか見たことある。専門家がリスナーに大きく笑える。メガフロート、メガがつくとかっこいいですよね。なんか輪行組み合わせたら5万キロどころじゃないと思うな。輪行の距離入れたら北海道10往復だけでも一体どんだけのキロ数なのかな。壊れる前に交換するんだよ。素人、あ、それありますね。メガ。
と。ああ、10ヶ月であるには寿命なのか。むむいかやく。メガブロを飛んで。トンボ。好きなところじゃなかったか。お潜水。好きな空母は何ですか。好きな空母。ヤマトとか長門とかぐらいしか知らないな。そもそも空母なんだっけあれは。メガモバイルブースター。本当にそういう商品あるんでしたっけ。トンボがすごいな。トンボが映ってますかね。トンボ、この辺トンボだらけ。それトンボに食われる虫もいっぱいいるってことかな。戦艦は空母じゃないか。あ、映りました。あそこの建物なんだろうな。何が意識飛ぶ。あ、空母じゃない。そう、ドラゴンフライ、かっこいい人の名前もドラゴンバエ。日本語するとかっこよくないか。風結構吹いてますけど、ここにはあんまり感じないですね。昨日今なんてゼリーフライ、ゼニーの形してるからゼニコロッケがゼリーフライに。カーボンは種類によるので一概に言ったことないですけどね。カーボン紫外線劣化するって何トンボ。紫外線、あれは何トンボかな。種類はちょっと分かんないですけどね。銀ヤマ、目が緑色で、やつらかっこいいですね。ヤマ系は銀ヤマか鬼ヤマか区別つかないな。ヨーダ、どこだったっけ。なんだあれ。ガードレール、今のは木目調のやつですね。トンボに噛まれたことあるよ。オニヤンマは黒いよ。でしたっけ。オニヤンマは人の手の皮食いちぎるよ。アルミ最強伝説。アルミホイルなんだよきっと。ああ、疲れないようにとは言ってもきついな。あ、全然そんな登ってないのにな。オニヤンマ。ノブさんの寿命は教えてください。カーボンって言っても所詮強化プラスチックの一種ですもんね。島の西側、南側あたりまで来たと思います。もうまだか。まあ西側ですね。お茶うまくてすぐなくなる。これじゃまた次補給するか。アルカーボンが最強ではないでしょうか。アルカーボン、ラーボン、ドドリア、ソリア、あとなんだっけな。カーボンは紫外線の問題は気にしないでいいけど、数年でヘタルのイカ役。南東の方ね、四国のそばね。南西ですね、南西の方。オニヤンママは公園に行けば探せるかも。次の給水ポイントはよ。もう夏だね。給水ポイント、なんかあっという間に今日飲み尽くしてますね。自転車に乗ってる人いないかな。サイスポ、わら。サイスポ、最高スポーツ。ハッピードリンクショップが来い。ハッピードリンクショップ、この間長野県の山の中で助けられましたよ、ハッピーに。ところで熱く語ってる君はどのくらいのフレーム潰したの。フレーム談義か。頑張って。カーボン戦時より高め収支が経年劣化。頑張って。この程度だが晴れてますね。あっ、あっち側の市街地も見えるな。見ちゃってます。大丈夫です。コモはフレームはなんかいろいろとあるみたいですね。よいしょ。ちょっとパノラマ撮っときます。写真を。
休憩がてら。平日もミシアンしてるじゃん。平日でもなってますね。お昼はどうしようかなと。野外調理の材料も残ってないので、今朝食い尽くしちゃったんで、コモア、皆さんもコモアに行ってみてくださいよ。結構面白かったですよ。どうどう、コモア高原。でもまあ高原っちゃ高原かな、あそこは。今向いてるこっちは、あれ？これ向いてる方向はコモアナイザー。こう、あれ？どっち向いてんだこれ。太陽が、真南ぐらい向いてるのかな、これだと。ちょっと今一つよくわかんないです。で、私はあの向こうの溝に降りていきます。これからぐるっと回って四方方向ですね。だこう。配信からだいぶ経ったのにコモは愛されてるな。コモ愛されてますね。やっぱあの地理的には面白いですよね、あそこは。地理的な特徴が。こんにちは。今標高140、結構登ってるな。コモアリベンジは今のところはまだ計画ないですけどね。出かけてらっしゃい、ぜひ。何広場？地震わからないけど、私が生きてるうちは来ないでほしいな。風。涼しいとまで行かないですね。四国、そうですね。下り、今緩やかに下ってますけど、まだ山道続くはずなんで、もうちょいアップダウンあるんじゃないですかね。でホテルニューアワジって書いてある、あの風力発電、もしかしてホテル所有のあれは風力発電なんですかね。あれ いくらするんだっけ。体重全然落ちないです、食ってるから。ホテルニューアワジかな、あれは。ホテルニューアワジの専用風力発電っぽいですよ。ロードバイクは持ってないんですよ。カントリーロードってなんだっけ。ワゴンマスターっていう、あれは違いますよね。ワゴンマスターの歌は私は水曜どうでしょう経由ですか、知らないけど。あ、こう景色見えるかな。3億か。ホテルで買うにしてはどのぐらい。広告ですかね。あ、止まった。アワジ。綺麗な道路じゃないと走りづらいってのあるみたいですね。まあ、といっても大体どんな日本の道だったら、よっぽど山の中入らなければロードで走れないようなところは行かないと思いますよ。淡路でかいですよ、結構。まあ一周するのに3日ぐらい見といた方がいいですね。3日間ぐらいは。お昼は補給食で つなぎながら、どっか見つけたらそこで食べるって感じです。補給食だけでも十分いけるはず。あの薄皮粒あんパンが4個残ってるので、あの薄皮粒あんパンがですね、荷物の中でびっくりするような状態で固まってました。何をどう、その荷物から押されたらそうなのか分かんないけど、あの C っていう字の形をさらにあの小さく固めたみたいな形で袋があの押し込められてました。それでもあんがはみ出してないのはすごいよな。歩道、いやそこまで弱くないですよあれ。そう、淡路島は風力発電が多いらしいですよ。でフレームまで歪むもんなのかな。今日は洲本の民宿探したいところです。ただ空きがなさそうです、連休なんで。11時、すいません。越谷、南越谷ってあの武蔵野線の時通ったな。
パンクは頻度どんなもんですかね。あまり買わないんじゃないかな。海釣り公園、次、ああロードバイク。そう、私はこのフロント車種に慣れきってるんで、あのロードバイクにしたら今度は手も痛くなると思う。民宿あるといいですよね。本当は夕食も頼みたいから昼までには連絡したいとこなんだけど、ああどうしようかな。もうどうせ今日洲本まで行ったらそれでいっぱいいっぱいだろうから、宿そろそろ観光案内かなんかに電話してみようかな。電波がここの辺り、ソフトバンクの電波があれば、うん、空気、ロードバイクは気圧高いから、うわー近いと怖いよな。やっぱりあれが外れて飛んできたらといつも思ってしまう。しっか怖え。見えましたかね、今上のすぐ近くの風力発電のブレード。あ、宿泊さんいらっしゃいませ。カラオケ大会、あ、カエノ高原本当に面白いですよ、あそこは。まあ一人でいようと思えばいられるし、うん、早め、そうですね。洲本の旅館観光案内かなんかあって今日やってんのかな。でもこういう日だからこそやってるべきだよな。うわ、見えた。うわよっと、うわー怖え。ホテルに庭味ってあれなんですよね、多分。やだ、そうですね、怖え。これ本当に庭味、庭味だけが所有してるんだったら電気余りまくりますよね。でこれが1個3億円ぐらいか。うん、あ、ネットでやりました。本当ですか。できれば6000円弱ぐらいが、でも大体6500円ぐらいだな、民宿安くて。本当に空きあるんだったら、じゃあそう、真下にいると全くです。おー、あれなんか空気が妙に涼しくなった。そう、ホテルニューアワジって低温がどうこうっていう話があるみたいですね。学園都市、うん、あれが落ちてくるっていうのはよほどの運の悪さですよね。ホロオンライン、ああ、なんだっけ、ホロオンラインのあれ、メーカー名書いてあったっけ。ホテルニューアージプラザ淡路島で、風力発電なくても風音すごいですね、ここは。宿、ここはいくらなんだろう。カレーセット2000円とか書いてあるな。カレーセット2000円ってことは宿泊料はもっとしますよね。もうちょっとしますよね。どっかじゃあ休憩できる場所があったら連絡先探してみるか。まあ一人1万ぐらいは行くんじゃないかな。巨大ペンギン、ヤギシリのあれは、ヤギシリ島のオロロン町ですよね、あれは。お、ちょっとは人の結婚式とかに参加するときに、なんか前泊まったことあるな、実家の家族と一緒に。00、今いくらいくらでしたか、今のは。はい、はい、あれがオナルト橋。昨日はあそこの先端に泊まってました。先端ってあの右側の島、あの岬が出っ張っているところに泊まってました。あ、一覧、あ、URL、あ、今貼られても、ちょっと今すぐは。ちょっとじゃあ今コメントが流れてしまう前にコピーするか。間に合うかな。ちょっとコメントお待ちいただければ。はは、はコメントコピー間に合った。風車1億5000万、あ、そんなもんですか。さっき聞いた半額ですね。なんだ。でちょっとじゃあ
一覧ってことはまとめて案内してる場所があるわけではないんですね。加速すんな。いや今コピーできました、大丈夫です。全く妨害しようとしやがって。あ、兜が映ってるとこれか、これが映ってるって話だったのか。あれあれ、ちょっとちょっと、なんで加速絶対するな、お前ら意地悪すんなよ。わら、あのはしごはなんだ、加速ダメ絶対、お前ら加速はやめろ。安いですね。あーと、これ相撲の駅に近いのはどれなんだろうな。加速禁止、相原そう、確か。やめようず。わら、加速禁止、減速。減速。加速遅すぎた。いくらか値段一覧とか書いてあるんだな。で、民宿相原そうとか、なんかこういう民宿って頭についたら、あと民宿8とかいうのも、あれ昨日見たような気がするな、これ。6825円かな、これは。ちょっと私は老眼、最近なんか老眼が少し来てるような気がするんで字を大きくしよう。米稼ぎがうまいロボさん。ズームズーム、米稼ぎ。はあ、6825かな、6000円かな、これは。もう一回ズーム。ああ、やっぱ6825円か、なかなかしますね。まあでもこんなもんかな。まあ一泊浮かしてっていうか、うん、日陰、さようですね、私もそう思います。ちょっとコピーできたんで今ついでに見ようとしてしまって、まあ日陰まで、まずは。なんか私は最近ですね、今のそのPC も目の前に近づけないと字が見えないぐらいの小さい画面なんですけど、エトワール育士、文字列が高そうですけど、え、ライターハウスあるかな。ああ、ライダーハウス調べてなかった。じゃあライダーハウスも検索してみます。ああ、空気霞んでるからもったいないな、この景色。もっとくっきりしてればすごいのに、多分。近すぎるとピントが合わない。近すぎると老眼が来ると。明らかに以前よりもそのすぐ近くのものがパッと見られなくなってるみたいなんで。で、調べてみたら老眼って40代から来るって書いてあるから、私の場合は老眼感じるのが早すぎるな。これからどんどん近くのものが見づらくなるかと思うと、まあ眼鏡外せばいいんですけどね。ちょっとなんか老眼来てるなというのが感じられてショック。いくら気が若かろうとも体の方は正直だな。マサイ族、あれは遠くのものが見えるタイプでしたよね。高級鳥、私が高級鳥だと思っているな。あれ？まだまだ若そうなのにな。まだまだ。目が悪い。あと眼鏡かけてる方が、そう、眼鏡の補正がかかってる分、近くにピント合いづらいですからね。電動。あ、あれです。もう調べてもらったんですかね。やっぱないか。でも島とかだったら結構ライダーハウスはそういう趣味の出会ってる人がいそうな感じはするんですけどね。淡路島ちょっとでかすぎるのかな。そろそろ老人ホーム探そう。老人ホーム。ここは投資ができます。ここは族。あ、投資って。あの、株の方じゃなくて、クレアボヤンスは、あれは投資じゃなくて、あれはなんだっけ。合わせる力が遅くなるのと、あと弱くなるんですよね。そう、私目ん玉のその、そんな物理的な障害は何とか手術でならないのかって思うんですけどね。ゲストハウスはあるけど。ゲストハウスだったら普通の民宿ぐらいですよね、多分。か、少し高いぐらいかな。坂道楽ちんだね。あとユースだったらユースゲストハウスとかあったらいいんですけど、ユースは確かなかったと思うんですよ。でもよく考えたらちゃんと調べてないや。タケノコ、懐かしいというか、私はタケノコ族はリアルタイムで知ってたっけ。知ってる世代だよな、きっと。レーシック、悲惨らしいな。レーシック、あ、そうそう、レーシックやると、あの、裸眼で近くのものが見づらくなるらしいですね。
2800円、安っ。マジですか。ただそれは洲本にあるんだろうか。アイビアか。ゲストハウス、アイビアだったら私は平気なんで。2800円はいいな、素泊まりで。超安いビジネスホテルよりももうちょっと安いぐらいですね。じゃあゲストハウスで洲本で検索しようかな。とりあえず日陰に行かないと。昼飯はとりあえず補給食。シーマー、シーマー。でもどうぞ。近くは見えにくくなるというか、メガネかけた状態と同じになるので、あの裏側の状態で。なので、あの老眼が来ると近くのもの見づらいみたいです。美少女は男女別が当たり前だからそれはないとして、美少年だったらあるかもしれないな。酒の名前みたいだな、美少年。あの酒の名前の美少年ってのは一体どうなんですか。美少女っていうのもあるんですか。なんかすごくあの性癖的に疑われそうな酒の名前なんですけど、美少年。通り過ぎた場所。あ、止まった。なんだ今の。美少年の話は伝わらなかったのか。ああ、五色町だったら今日、昨日通ってきた方だ。残念。五色町はあの西側の方ですね。一瞬電波切れたみたいです。です。動いてまた止まったりしてるかな。アムラー、アムラー行きますですね。あれ、ん、ん、なんかさっきから異音がしてないな、なんでだ。あ、あともうすぐあれですね、延長確認の時間ですね。レーシックやろうと思ってたけど、うん、やめるかな。いや、レーシックはメガネを、メガネが裸裸眼でメガネかけた状態と同じになるんで、それメリット感じるんだったら私はいいと思いますよ。魔王に行った。魔王。ペイチン出た。それたんですか。でも今のご時世だったら美少女、美少女って名前の酒作ってパッケージをなんかすごいバリエーション作って萌えでやったら別に闇じゃなくて本当にビジネスになるんじゃないかなっていうか。もうなってんのかもしれない。あ、イチジクだ。美中年、なんか語呂悪いな。美中年、美中。おう、いや、酒飲める人はさすがに多いでしょ。下戸が珍しいんで。こっち行けるでしょう。うわ、天草四郎。へー、おー、いい感じ。これ繋がってるような多分。なんかそんな風に見えたんで、戻ったらちょっとロスになるけど。ああ、いいな。ベアリング。あ、あの音ですね。レーシック姉がやったけど人生変わったって。うん、人生。燃え酒は、あ、やっぱりありますよね。ちょっとハンドル操作誤るとまずいけど。延長。あ、延長か。何でも燃えさせればいい時代になる。57分になったら。わら、どう変わったって。今でもメガネ外して細かい飲みることあるから困るな。メガネ、うん。美少女の日本酒はもうあります。あるのか。あ、ノーカツさっきも聞いたけど。美少年について熱く語ってたのは聞こえていました。あ、聞こえてました。お、アオサギだ。え、半分結構、あ、体質的にですよね。こっちの弾はまだ潰れていない。お、年齢的。脱線者はありますよね。声優とコラボ酒出せばいいよ。声優とコラボ酒。いいな、いいな。若本。若本ってあれかな、あの、あの人。若本って言ったら誰だ。
いろいろやってますよね。おお。あ、この辺りもこれだ、玉ねぎだ。おお、ここ全部玉ねぎ倉庫、玉ねぎ乾燥場になってんだ。田んぼ道でした。ラグが1分以上ありますね。よければリロードをお願いします。どこか公園とかで休憩できないかな。あ、園長、まだ57分なってない。アジア人、へえ。軸が、でも軸が折れた音かな、これって。民宿、萩、洲本。あ、ちょっと今のコメントもコピーさせてもらいます。ついでに延長確認しよう。小道ですね。小道大好物です。よだれが出るわ。指導というか、まあぜ道に近いかな。萩原、洲本城、そば。洲本城って確か市街地のすぐ近くですよね。これもコピーしてペーストしとこう。そっちのゲーム、ゲームブルワー、そうそう、なんかそれを動画で何度か見たことある。萩原、エトワール、イクシ、生石って書いてイクシってものか。あ、交流センターってなんかお安そうですね。ちょっとそれもコピーペーストしておきます。じゃあとりあえずこの辺りが候補かな。で、どっか日陰で座れるところ、まあ椅子があるから日陰だけありゃいいんですけどね。この玉ねぎの中で、そう、なんかエトワールとか、お、じゃなきだ。私も未だに分かりません。白いサイダー、白いサイダー88ってなんだ。お、人がいる。この先コンビニはないですよね、多分。ここで買っといた方がいいかな。まだ市街地あるからいいか。海岸沿いに、次の上りはどこだったかな。そんなに間空けずにまた上りがあったと思います。あ、自販機的にはあんまりそうそうないな。でもこういうとこいいですね。道が、これは変わってますかね。挨拶されるの俺だけなのかな。海沿いから洲本市に行くの。海沿いから、そうです。延長したっけ。あ、延長のことすっかり忘れてた。コピーペーストして終わってた。やばい、間に合うか。まろやかになってきた。まろやかに交換してないの。あと20秒でした。危ねえ。間に合った。うん、ご飯の意味あって、や、怪しまれてるとも言いますね。忘れてた、危ない、すみません。不審者には毎回ギリギリで指摘されて申し訳ないです。ありがとうございます。また忘れてた。一つのことやるともう一つの方忘れますね。そう、危ないやつに。この分岐は一応右に行っても左行ってもいいんだけど、まあ右行くか。で、12時ですか。定食屋さんとかあったら嬉しいけどな。ちっないだろうな。お昼だ。シングルユーザーモードですね。そう、シングルユーザーモードって、微妙かな。そうと言えるかどうか。12時になりました。今淡路島は12時でございます。空襲警報。お好み焼き屋とかありそうだけど。お好み焼き屋、あ、本当ですか。自炊は今ちょっと材料を買ってきてなくて、あと材料以前に燃料もちょっとさすがにやばくなってきました。さすがにというか、もう一回使えるかどうかぐらいだと思うんで、ガスのボンベの残量が。そうめん食べたい。あ、目に入った。何食べたいか。野菜炒めとか、なんか定食系のやつがあるといいんですけどね。タコ飯だったらいいな。
刺身出てるんですか今。また刺身だと追い出された人のストレスがたまるな。結構市街地だな。ちょっとそこの人に聞いてみるかな。ちょっと読み上げを一旦。25号線、あ、でも25号線ってもう出て、今ちょっと読み上げ切りました。あ、すいません、あのこの辺りでご飯食べられる店とかありますかね。ご飯食べられるとこは、あんまないですか。日曜でしょ。ええ、まあ、ご飯もんだったらここの店に来とるけど。店、そこの店に。あ、すぐそこにあるんですか。あ、じゃあちょっと見てみます。ありがとうございます。補給食持ってきたんですけど、店があったら食べたいなと思って。はい、ここ、あ、イメール復活させないと。よっと、ばあちゃんに食わせてもらおうよ。この辺り店があるって話だったんですけど、どれだ。これ降りていこうかな。どこだ今、取り次ぎってたとこだと思うんだけどな。どれだ。店らしいものが全く見当たらない。食堂、あ、キャンプ場。どれだ。それらしい建物が全くない。あ、補給食、そうですね。お菓子かなんか持ってきたんですけど、あ、食料品柏さんは食事やってる店じゃないな。うん、小さい商店みたいな感じですね。島田商店さんっていうところあるんですけど。弁当かなんかあるかとか見てくるか。まあとりあえずあの中覗いてきます。一旦カメラ外に置いて。まあ弁当かなんかあればよいしょ。この店なんでしょうね。すぐそこだって。あ、なんか今段ボールが飛び出してきた。電話番うん、ちょっと聞いてきます。じゃあちょっと待ちよう。あ、レストラン本当ですか。あ、じゃあ自分で Google マップまず見てみるか。レストランだとまた放送切って、面倒だから放送切ってやることになりそうですけど、ちょっと Google マップチェック。弁当なさそうではあるんですよね。レストラン、レストラン。晴れてます。お好み焼き。限定。あ、でも確かにこの先ちょっと市街地になりますね。あ、じゃあもうちょっと先行ってみよう。市街地あるある。結構なんかありそうな感じがするな。じゃあちょっとマイク元に戻して、やっと雲が。こっから先行ったら市街地ありますね。勇気。自転車番は任せろ。早くボイスを切るんだ。ただ相手にバレない状態で相手のこと勝手に放送してるっていうのもちょっと耐え難いな。早いですね。よっと、こうして、あ、明日山の中に、あ、犬が。ちょっと民家の中映してることになるけど、あの犬がかわいい。写真だけ撮らせてもらおう。撮らさせてもらおう。ロボさんの配信久しぶりに見た気がする。ワンワンを、民家はやめろ。こんにちは。ワンワンを
このゴミの散乱具合は厳しい。ちょっとバーってのがある。ちょっとば。あ、なんか。盗撮。ああ。ここから先なんか川沿いっていうのは多分あれですよね。河口のとこですよね。今の店は商店なのか、なんか卸をやってるのかもしれないですね。ゴミ拾わないの、わらわら。ゴミ、今のとこですか。なんか失礼だな、失礼だな。今のも鈴木商店っていう商店だったんですけど、全然店やってる感じじゃなかったな。すか。なんか向こうの方の雲ちょっと不穏だな。有名な。ゴーストタウン。ゴースト、タギ肥料。肥料屋さんか。これも玉ねぎ干し場ですね。なんて言うんだろう、こういうののこと。観光スポットがいいぞ。観光スポット。あ、これちょっとどうなってんだろう。玉ねぎ置いて、わらわら。なんか木で、手作りでやったみたいな部分が多いトラックですね。1キロ川の端手前右折すればレストラン。右折って言うと海の方か。いいように、なんだ今砂が、あ、あれは何もしてないやつか。この状態のトラックに今砂が一気にトラックに来た。重よろし、よろし。東京が異常な年、気候は疲弊してるんだよ。疲弊で強い風だ。ナンバーない。健康づくり、よろず、万と書いてある、よろずって言うのかな、診療所。なんか、なんだろう、この鈴木商店。病院じゃないのかな、なんだろう。診療所って書いてあるけど。で、これ右側でいいのかな。どっちでもいいか。お、内科ですか、今のところ。お好み焼きあるぞ、阿部寛と映画青山テルマ。定食屋が一番いいかな。うん、阿部、こんにちは。お好み焼き&軽食、友が体育館の近くにある。みんな突っ走ってるな。追い出されました。あ、追い出された。実験都市ですから、心霊スポットがありそうだな、わら。白川門も真っ青な建物でした。仲間だ。ちょっと珍しい飲み物があるな。これはどこのメーカーだ。サンガリアか。ピキって。お腹空いたね。お腹がそこそこ空いてきましたね。あ、あなたのお茶100円。ヨーグルンソーダ100円。500のボトルが全部100円ですね。マカスカッシュって書いてあるのも100円。これは面白そうなラインナップ。ここ一番のエナジー補給。挨拶返してくれないとどう思う？挨拶返してくれないって、いや別に、あの、そういう風に挨拶したくない人がいるのも理解できるので。マカは珍しい。マカは聞くよ。期間限定100円日野菜だ。あったかい。うん、ちょっと待ってください。飲み物が今マカマカってなんだっけ、ゲーム。あ、いや、なんか市街地があって店も普通にありそうな感じが。先にお好み焼き。まあ、トスというかなというか、以前徳島で一緒に走った人が来てくれました。で、あのバッテリー充電してもらっちゃいました。徳島の方からあの橋渡って来てくれました。花野さんはまだ見えない。相手に何を。そう、バイク、徳島でバイクの人っていたっけ。バイクで突入されたのは最近は、あの、あれ何県だっけ、山口県か。山口県の、なんとかは、黄色の木に、なんだっけ、木なんとか峠のところ、丸町商店さんの自販機ですね。とりあえずあなたのお茶。
を冷たいお茶を、マカだけ、これなんか紙が貼ってあるんですよ。後ろは透明ボトル、透明のペットボトル。ああ草なんだっけ。そう。キワキワ。ああ草思い出せねえ。なんかの意味のある文字列とよく似た言葉で。さあさあさあ、怪しまれてるってことですね。キワなんとか。しかしペットボトルのゴミは毎回、あ、すいません、出し続けるのも本当は嫌なんで、紙パック500は欲しいんですけどね。登山でも知らない人でも挨拶するのは遭難防止策。登山、私はなんか山の中とかで会うと、こんなところに来てる人同士っていう連帯感があると思うんですよね。大体挨拶っていうのは連帯感から来てると思ってます。そうなんだ。あ、そうだ、キワド峠だ、キワド峠、キワドイキワド峠とかなんか言ってなかったっけ。黄色い波の、土だったかな、キワド峠。あ、扉とか。山入りって挨拶しないのは下行きの人。下行きの人。はじけてメロンソーダ。理由はどうあれ。挨拶はうん、挨拶できると気持ちになりますよね。うわ、大変なことになってる。ちょっと迷惑すぎると思う。登山家？登山家って大泉洋の登山家の衣装しか出てこなかったな。これ左手なのか右手なのか分かんないけど、腕もやられちゃってますね。通学路守って安心、登下校守って安心って言ってこれかな。守ってもこれかよ。飛び出し坊やが頭と腕がやられちゃってました。お、これ通学校か。映したら皆さんが大変反応して、放送上非常に支障が出そうな子供たちがいたんで。あ、今の女子中学生かな。皆さんもリアルに見たらそんなに言わないだろうであろうのに、だろうであろうのに、猿だったのか、なんだ猿。いい顔してますね、この猿。うん、今の多分中学校だと思います。中学、女子中学生っぽい、なんかスポーツ格好した子供たちが休憩してましたね。あ、こんにちは。ん？はい。はい。あ、さっきですね、道の駅から出てきて、道の駅に野宿してたんですよ。で、道の駅からこっち側に洲本まで、ええ、でまたそこで泊まろうと思ってます。自転車の人ってみんな一日で一周するんですけどね。私ら、ええ、独自の一緒に仕事してたけど、ええ、今はもう私の達者に乗ったんじゃ。ああで、いや前な信号もあれん時、ええ、時間かけてやったんじゃ。ああこの我が社買ったんじゃ。10人相手で1人勝った相手で勝った。え、勝った。あ、勝ったんよ。あ、一番になったってことですか。あ、じゃあちょっとそろそろ行かないとまずいんで、ええ、じゃあありがとうございます。よいしょ。あれどこ行った。はい、よし。よし。今のはちょっと、いや、意思疎通ができなかったな。
そう、ハモ、ハモ。ハモを食べるにあたって、ハモ一匹食ったんだけど、塩気がないから海が近くっていう時点で、あ、名刺渡してない。途中からなんか話がもう一回出てき始めたんで、もうそろそろまずいかなと思って。まあ放送があるのとないのとで私はできるだけ対応変えないようにはしてるんで、今のは放送をやってなくても多分同じ対応になったと思う。だいたいあのぐらいは聞いて、こっちの言ってる話が向こうに伝わってないっていうレベルだったらある程度できらなきゃちょっとお互いに不幸な感じなんで。時期密。なんか九州の方まで行ったっていう話もありましたね。あとは仲間内で、多分あれ仲間内で30、40年前に淡い地自転車でやって、で、いや上手じゃないですよ。無理やり切りましたよ。30分。賭博の話でかけて1000円を奪い取ったという仲間内から。そう、ループし始めるとちょっとあれですね。でもたまに話がループしない人がいてすごいんですよ。ん、何が気づいてた。勝手に顔が映ってたのあたり良くないな。もし顔が映ってたらタイムシフトでもオフにするにしては範囲がでかいな。まあタイムシフト のイベントリストを打たないようにすればいいかぐらいでちょっと許してもらおう。あ、そうそう、喧嘩じゃ負けない。力こぶ、あ、映ってなかったよかった。力こぶ見せてもらいました。確かに力こぶできてた。当時の貨幣価値にしてって、私カイジのナレーションが頭の中に出てきましたけど、なんかでかい自転車乗ってるな、中学生みたいな女の子が。映ってなくてよかった。ここから海の方に行くのが予定ルートか。よかった。映ってたらまたちょっと面倒だったんですけど、ただ GoPro の方にはバッチリ映ったんで、あとカメラを隠してる手が途中で疲れてきたんで右手から左手に変えました。今まだ届きましたよ。うわ、南側に向かうとやっぱ風すごいな。どこで食べられるか、いや、ここから市街地でしょう多分。あ、おはようございます。じゃあ昼ご飯食べ、もし店見つけたら昼ご飯食べて宿も電話して調べて、それで1時間ぐらいかな。でその間ちょっとどう、あ、握力、腕力は結構残ってる人多そうですよね。風、高くてもうん、うどん屋はしごは前香川県高松で周辺でやった。あんまりやるもんじゃないです。やりすぎると途中から美味しく食べられなくなる。男の勲章、結構なんかデイサービスに行ってきたって言われてるってことは介護を受けてるって意味なのかな。にしては達者すぎるよな、あの人は。いや、向かい風本当ひどいです今。沼島行き乗船場だ。入れ墨はしてなかったと思う多分。ん、何がほど。淡路島カレー、あ、スーパー。まあでも、お、10歳は、介護予防、予防。まだこの店沿いか。
2リットルはちょっと収納する場所がないな。ああ。老老介護か。老老、ああ、そういう言い方するんですね。老老介護。私が老人、完全な老人になった頃はどうなってんだろうな。なんか将来のなんか老人問題っていうとろくでもない小説ばかり思い出すな。特にあの筒井康隆、筒井康隆の小説だとあの老人殺していい法律の話とか結構ありますからね。あとは食糧難になってて、なんだっけ、40歳か50歳超えた人間はあの食べられることになってる社会とか。ん、現金、あるある。今 1.5 ユキチぐらい。パワードスーツ、あー、ん、消費税いつなんだっけ。定年説あるみたいですね。ちょっとひどい、進まねえ。あ、映画で、うわあ、あ、ジャイアントのエスケープシリーズ知っていますか。エスケープシリーズは知ってます。R シリーズ、RX、 変な音は、これは車体ねじってないからしてないだけだと思います。ちょくちょくしますね、まだ。ド M な展開、あ、あ、そう、お店でもうなんか面倒だから食っちゃおうかと思って。ん、この道、何何、一応予定ルートですよね。あ、トラブルですね、旅先の話は。次はジャイアントかな。もし自転車がこれで壊れて復帰できないんだったら。 あ、延長ありがとうございます。サドルの音ではないのは多分間違いないと思うで済ましとくか。サドルだったらあの尻で直に分かると思うんですよ、音源になってるかどうかは。サバハレーペヤングありましたね。ロード買わないです。私はロードはもう一生乗らないんじゃないかな。ハンドルバー、ちょっと今力入れにくいんですけど、カチッカチッとなりますね。淡路島ってペヤング売ってるの。あ、ペヤングか。 あれでも、ひーひー、牧場行ってないっす。こんにちは。ひー、ちょっと勘弁。ここで旬にしたらバーツ飛んで横山安い展開。はい、あっちゅうま、事故に気をつけてね。うー、気をつけます。口先だけじゃなく気をつけたい。今まで見ないぐらい自転車多い。スポーク緩みは一応カーベット変えたばかりの番組ホイールなんで可能性は低いと思うのと、鳴り方からしてホイールっぽくないんですよね。そう、向かい風です。思いますか、思われますか。会う人こと特着ルート。ん、何ルート。恋のひめひめぺったんこ。なぜマウンテン。フラットバーが私は楽だから。というのと、私が買った頃はマウンテンとクロスばっかりで、ロードバイクっていうカテゴリーはなかったです。ロードレーサーはあったと思うけど。いろは坂は車で連れてってもらったことしかないです。私はいろは坂のあたりは
あの日足トンネルっていうんだっけ、あの足尾と日光を結ぶあのトンネルのさらに上の舗装峠っていうかなりいい感じの峠道を通ったことあります。あそこ新緑の時期だったんで最高でした。スカートなし、時計回り昨日楽なコースにしたんで、まあでも昨日洲本にまで来て泊まるっていう手もあったかな。市街地過ぎたけど、あ市街地過ぎた、あロボさんは悪路走るから飛ぶじゃないとな。そういやそうだな、主権さんいらっしゃいませ。本当だ、市街地過ぎてる。あランドな、本当だ、市街地スルーした。うーん、どうしようかな。何でもない夜のこと、二度とは戻れない夜、もう当分何もないよ。戻って飯食うか。これペダルの付け根がカタカタなるやつでしょ。ペダルもう谷ですよ。もうここから先は山中ですね。あーちょっと店探して戻って店探そう。宿のチェックもしたいところ。そう、宿のチェックも今しときたいし、店に入ってクーラーの効いた店の中で優雅に宿チェック。なんか上から目線な感じの目線で iPhone 見ながら、それだと老眼に見えるな。老眼で近くだと見づらいっていう感じに。市街地なんかこっち側に行きゃ市街地かな。もっと海側に入れば戻りもそんな一瞬で。ちょっと iPhone をポケットに入れとこう。あとなんか空が少し曇ってきたんですよね。今日無都で走ったけど、会う人すべてロードだった。会う人、うん。今のご時世は基本的に自転車、スポーツ自転車はロードバイクですよね。ただロードバイク進行みたいな状態まで達してる人もいるのはちょっと抵抗感じるかな。昭和チックな街並み。昭和チック。どこにいるんだ。ん、水仙、あ水仙橋ですかね。あれどこだ、見えない。こっちから見えないんですけどね。うん、クロスバイク汎用性は高いと思うんですよね。あのベストコンディションで最も楽に長距離走れるんだったらロードだと思うんですけど、ホイラレ率ちょっと移動して隠れたつもり。レストランで検索しよう。楽しみ方、そうですね、雨降ってなくて、ただちょっと曇ってきましたね。今までパピオンっていうのがある。川沿いのレストランってパピオンってこれですかね。喫茶パピオン、パピオン、パピオン、少し先の北側に喫茶パピオンがある。パピオンですね。でもそんだけか。あとはじゃあ食、あ加工にもなんかあるな。イーグルっていうのもある。ちょっとじゃあ食、食事、イーグル、パピオン、パピオン、ぐらいかな。パピオン、蝶々、夜の蝶。どんな店なんだろうな。ただのバーとかそんな感じがするけどな。600メートルだから、まあ行ってみましょうか。昼間そもそも空いてるかどうか怪しいけどな。なかったらもう本当に補給食だけで済むかな。パピさん。が、これがサイレンですか。これがサイレン、どれが。ネタ的に面白そう。パピオン、パピオン、パピオンだよな。パピオンじゃなくてパピオンだよな。うん。投資声。本当にこっちから姿が見えないんです。メリットも安いですよね。ナポリタン。ナポリタンとかあったら。本当に言えない。おお。3時くらいになったって、この先ってことかな。この近くにその食事どころがあるんですかね。食事で検索したらなんか見つからなかったんですけど、ここのとりあえず600メートルだから、まずはパピオンに行ってみよう。パピオンに。こ
このリスナーは30代以上が9割を占めております。13歳、この若造がどんだけ若いんだよ。通行人、ああ、それもそうですね。メリット、私は乗ったことないんですけどね。33歳、あなたは比較的若いですね。こんな感じ、ヨーヨーとかあったっけ。4歳か、赤ちゃんかな。あった、パピヨン。お、なんかこれはどうだろう、本当になんかあの閉鎖的なスナックではないよな、よな。喫茶軽食パピヨン、ただやってるかどうかっていうと、やってるか、やってるかな、やってるかな、これ期待は半々。営業中とも営業中じゃないとも書いてない。まあちょっと上見てきます。やってなさそうですね、すごく。見てきます。もう消えてる。そもそも戸が開かない。やってない。そう、なんかシュラッグでしたっけ、これシュラッグ。上りが、いや、あの上りはあのライト点灯って、ああいう上りなんで店とは関係ないかなと思って。で、さっきの食事所があるっていう話でしたよね。じゃあ食で調べるか。食、全然出ないな。この先登って下った先にまた市街地ありますね。市街地というか手あるってどれで。榎本、榎本。なんで皆さんそんなに3回も榎本ストアが続くんですか。榎本、榎本木工所、榎本剣具店、榎本青果店、榎本商店。榎本ストアっていうのはどこにありますかね。どこだストア。青果店、剣具店、この辺り榎本さん系が。食事所、突き当たり、突き当たりってこのさらに先かな。あのお菓子の青果店っていうのあるんですけどね。いいや、じゃあ川沿いに行って北上すればいいんですね。そう、地図今ここで出してるから。ピヨン誠、うわ風強え。うん、交差点行ってみます。榎本さん系列の店が多いですね、ここは。前小豆島で、小豆島でマサゴ、マサゴシリーズがいっぱいあったことあるんですよ。マサゴうどん探しに行ったら、マサゴストアとかマサゴ医療品店だったっけ、なんかマサゴシリーズがいっぱいあるエリアがあったんで、いろいろと。魚、魚か、海近いから。ん、月曜の何何、この辺か。お食事所正月、あ、また自転車だ。あ、これか。ああ。
7月15日、かっこ日曜日って今日のことですか？今日じゃないですよね、7月15日って。7月15日は今日のはずないですよね。ねえ。7月15日。まさか今日が15日なんかであるはずがないじゃないですか。はい、ネタ拾い終了。今日ですね。今日ですね。今日じゃないよ、今日じゃないよ。今日じゃないよ、今日じゃない。ショート。ネタ完了。来年のことかな。来年の7月15日は、あっち側の聖火、あのお菓子の聖火っていう、あっちにもあるんですよね。ケーキがある。裏切りの、裏切ったな。のたれゆく。お店たくさん、そうですか。食品店。このお菓子屋さんはやってますね。ハモチとかは売ってるけど、ハモチとか玉ねぎをゴロゴロ転がしてあるのは何なんだろう。あ、駐在所。駐在所。ランボ。ランボってなんだっけ。あ、でもこっち側店はないかな。本当に和菓子屋さんしかなかったですね。ないな。さっきのおばちゃんも日曜だったらやってないかなとか言ってたからな。正月はどの正月ですかね。正月。正月は、ちょっと待ってください。コメントこっちで取得してから見れば早いかな。左に行くと何でしょう。今のところ左に入ると、あ、ミニスーパー。え、お食事どころ？マジでマジで。これですね。先を。こっちですよね。あ、松の月、ありがとうございます。あった。本当だ、食事どころだ。どうだろう。どうだろう。いやー、いやー。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 先月とかいう話では。ああ、コンバインが置いてありますね、中に。コンバイン食堂だ。あ、先にも。これは違いますね、多分。これでやってたら逆になんか、あえて隠してるとしか思えないですね。よいしょ。残念。これやってないですね、どう見たって。頼もうって言っても、お、なんとかかんとか出撃だ。うわ、なんかやられまくってる猫だな。ちょっと体調悪すぎ、悪そう。あまり関わるのやめとこう。迷惑の人、あそこに車いっぱい止めてあるのは何ですかね。あと、さすがにここまでゆっくりしてちゃまずいかな。洲本まで行けるような、いくらなんでも。残り30キロぐらいですよね。コンバトラ。結局さっきの男まで戻ってきてるな。本所定。ああ、ミニス、ああ、さっきこれなんか、ちらっと見たな。全焼の文字列、さっき、ちらっと見てる。こっちは、あ、坂本建設のこっちの車かな。で、これですね。ああ、これ弁当ありそう。ありがとうございます。これは期待できる。川の左、これのことですね。ミニスーパーっていうのかな。ちょっと猫があまりにも体調悪そうだったんで近寄れませんでした。よし、ありがとうございます。これ八重山諸島の方なんかでも、西表島とかもこれありますね。
引きで。じゃあなんか買ってきます。じゃあ皆さんには田んぼの方見といてもらおうかな。じゃあ江本さんにしか何らかの差別化あるかもしれないな。ちょっとあの金網邪魔になるかもしれないですけど、しばらくこれで我慢してください。麦茶買ってないな。自販機で買っといた方がいいな。あ、でもまだ水あるから大丈夫かな。
鯉行ってないか。あ、鯉行ってなかったですね。メンチカツ弁当398円をレンジで温めてきました。軽めにしたいかな。1人、プレミアム1人、その店探し。水は500、あの、イヤスさんにもらったやつがあるから。宿取りをですね、どうしようかな。いや、とりあえず日陰探して、椅子使って座って、煮こ食い。店の前に椅子なかったですね。じゃあちょっとこの、ハンドルぶら下げ状態。うお、危な危な。ちょっとこの、ポールが引っかかって、危なく、バッグ破くとこだった。正月で。もうちょっと、まあ、私は十分ですけどね。まあ美味しいもの食えればいいし、そうじゃなくてもそんなにこだわってないな。で、こっち側の道通って戻りたいな。コンビニの前もよかった、あの店の前も良かったんですけどね、ちょっと自販機の横だから問題あるかなと思って。暑そうやね。暑さはなかなかですね。本日休止の田中委員の入り口のところで食っちゃ怒られるかな。一応敷地内だからな。病院の日陰で、もうちょっとなんか差し障りがなさそうなところないかな。10キロか。パーエンド、そうですね、やっていいかどうか別として。残用自動サービスコーナー閉まってる。あ、ここ天ぷらお好み焼き松山って、お好み焼きって言ってたのはここか。ここは生きてたかもしれないですね。ちょっと見た目じゃ怪しいけど。神社。そういうのがあったらいいですね。おじさんの話を聞きながら。おじさんの話。あそこの日陰どうかな。あっちの川沿いだったら人しか歩かないし。どうも、そうですね。外を見てない。左に山。最終目標、淡路島を脱出すること。なんとかして脱出すること。ここから、この島から。今一番奥側に来てますからね。よく見たら榎本ストアかっちゃんって書いてあるな。あと、この人は薬屋さんがあったんですね。あ、ここでいいかな。でも車が来るかもしれないから。脱出。この辺りでいいんじゃないかな。お。こことか。ここで、そこら辺に椅子を立てて。そう、生きて帰ること。サイコロ。選択肢ないから。よいしょ。じゃあここで折りたたみ椅子使って。ロストってなんだっけ。虫はまあ落ちてくるかもしれない。スープ、いや、スープ特になし。あ、よく考えたらこれ手に持ってくればいいか。島から早く脱出しないと。あ、大学、大学生か。まあ大学生だったら必ずしも若いとは限らないけど若いな。弁当食う。弁当食うよ。住む。じゃあこれで下カメラ向けて。33度。よいしょ。じゃあ。寝袋は選択してないですね。5個ぐらいかな。あとちょっとこれは角度的に無理があるな。真正面しか向けられない。よいしょ。あんまりやるとこれカメラ落ちるからな。ちゃんとしたところ、あんまりこだわらずに、もうこれで角度的にいいかな。こんな感じ。よし。じゃあ、よいしょ。なんか、
うまい。うまい。じゃあコメントこっちでちょっと読み上げるので、ポンジュースめー、そう、太った太った言われてますね。でも確かに太ってます。この間測ったら 66.6 キロあって、で数日前に測ったら63キロでした。なんか急に痩せた。よいしょ。そう、よいしょ。あれ読み上げなくなったな。あ、うん、じゃああれ読まないなコメントは。まあいいや、まあなんとなく聞こえてるぐらいで、あのスピーカーから。あ、延長。よいしょ。延長延長。あ、立ち見出てますね。よし。梅雨明けどうかな。あ、そう、こっちからならそう。よいしょ。30代ありがとうございます。でも39歳に見えるんだったらほぼ変わらんな。よし、もう一度何か忘れて。よいしょ。研究者さん、角度、角度、はい、ロボットロボット。ああ、タスミ、なんか今なんたらシートっていうあのコマシステムコマンドが出てたんで、タスミ出てるはずです。何でしょう。弁当弁当。26、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんな感じ。風強いですね。これが400円ぐらい。メンチカツ弁当400円、あとうなぎまぶし弁当とかもあったんですけどね。まあメンチカツと、あとおからと、おからとブロッコリーと、あと下に天ぷら入ってるな。これ醤油差し、そうそう、あの見えました醤油差し。ああ、小豚、小豚。よし。メンチ切って食べようぜ。自炊はもうなんか面倒で今。弁当、まあでも弁当400円だったら結構コストパ、コストじゃない。コストパフォーマンスいいんじゃないですかね。いただきます。あれ写真撮ったっけ。撮った撮った。あの最近急に痩せたんですよ。前60キロだったのが 66.6 キロになって63キロになった。てか 66.6 キロの時が何か間違いだったのかな、それか今は63キロが間違いなのか。うん、うん、男らしいな。ごめん、ゆっくり食べていってね。確かに痩せたね、ロボさん。痩せた痩せた。ああ、痩せた。テンション悪い、笑。不安定だね、笑。昨日27キロ痩せました、ダブルヤギ。アシストスギ、笑。
今八木さんなんとかって痩せた。恋の病で。うん。うまいです。うん。運転したら体重30にその重量分痩せますね。はい。芋天ぷら。足。まあ足は。うん。またなんか毒でもないとかありそうな URL が。うん。痩せた痩せた。直近からすると。うん、ヘルメットに。あっちなんか結構いい景色なんですけど、ね、こういう場所です。うん、体重計どうなってんのかな、あれ。昔買ったあのレッツノートのポイントで買った体重計の体重あポイントで、あの割り当てた体重計なんですよ。うん。お見合い枠。とりあえず日陰だからいいです。まだちょっと木漏れ日があって少し暑いかな。梅干し。うん。それは本当にそう思うな。うなぎのタレが純粋なご飯のおかずとして提供されてもいい気がするな。うん。あ、四国には今回行かないです。恐れ入りあの岸の陣。うん。スパゲッティ目当てで買ったな、わらわら。スパゲッティなんか食べたくなりますよね。ただのケチャップ味なのに。うん、今日は洲本まで。食べたいな、わらわら。梅干しは種まで食べる？種は食べないですね。種って大丈夫なんでしたっけ？うん、洲本で宿探して、さっきあのいくつか候補もらったんで、これから電話してみます。もうただ空いてるかどうかなんですよ。連休で。ニューアージ、さっきのところか。とりあえずあの宿は電話してみます、今から。
ホテル庭味っていうのは、そういう CM があるんですかね。野宿です。あの道の駅で泊まってました。道の駅からまだ十何キロしか進んでないじゃなかったっけ。うん、見せようと、ちょっとそれは。うん、東京でも日暮らしないてるよ。赤坂御所で。うん、来た。赤坂。何がカリカリ？うん。何配信？あ、宿配信か。ああ、GoPro 一緒にやるのは結構難しいんですよね。ヘルメットにこうやってマウントしてる分には、あ、大丈夫かな GoPro は。4時間録画、あと3時間。タコさん、何さんでも OK、 どんだけ本性しアピールだよ。これはクマゼミ、クマゼミかな、どうだろう。さすがに鳴き声で特徴あるやつじゃないと分かんないですね。ワシャワシャワシャがクマゼミで、ジー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 っていうのがアブラゼミですよね。ミンミンゼミとか、あの辺りがよくわかんない。セミ鳴いてます。帽子かぶると、まあ、汗が垂れるの防止するのと、あと唾を後ろに出した場合は後頭部が日射から守られるっていうのはあると思います。うん、あ、モノラルです。微動だにしない恋人が。あ、ミニゼミ君ありますね。さっきからなんか学生がママチャリでよく通るな。あの向こうが、川の向こう側なんですけど。うん、ネットはだいたいツーリングから帰ったら水洗いしてますね。ヘルチュー高校生かな、あれは。ちょっとネット洗ってくる。うん、ごちそうさま。ごちそうさまでした。美味しかったです。痩せ、あー、なんかあんまそうでもないですけどね。あ、前輪だけのサスペンションです。うん、あ、通勤だったら痩せると思いますよ。うん、あ、そうだ、じゃあちょっと宿確保配信。量減れば痩せるね。量減れば、うん、超高の方がいいのかな。昼寝はまあやりたくなくもないかな。蒸し暑い。その昼寝だね。ひなびた民宿かい。ひなびた民宿、そうですね。今から宿探しか。今から宿探しです。
プリンス5000円プラス税で5250円。うん、さっき一人でダメって言われたのは第二じゃない方の話だったのか、あるいはネットとは別枠なのか、ネットの方とはリアルタイムに連携してないのかもしれないですね。ふう、宿取れないと時間かかるな。返信メール来ましたって、あ、そっか、読み上げが今 PC 本体の方だ。電話来たら、じゃあどうしてくれるって言わなきゃダメですね。あ、そう、市街地ですね。お食事ところ。第二プリンス、淡路第二プリンスホテルにしました。民宿の方が面白そうでしたね、でも確かに。言われてみりゃ、しかもこんな経緯で。残機使ってる？スペランカー先生的な。1時間50分、あと1時間50分。1時間45分後にアラートかけとくか。飯はないです。民宿もそうですね。ちょっとあの、1時間45分後、タイマーだ。1時間45分後に、GoPro のメディアが切れる警告を出します。港にあるのか。港に、市街地ですね、完全に。レジか、じゃあ楽勝ですね。やっと風景が見られた。あそこスイカがずっと私の顔、困ってる私の顔が。500円追加か、じゃあそれは現場でも大丈夫そうですね。ロバタ焼き、ロバタ焼きって、あれ椅子のケースどこ行った。過ぎましたね、あったスイカ。あれ、いや、もう殻に乗ってます。よし、寺で修行するとか。寺で、寺修行。ゴミかよ、わらわら。あ、このゴミは今からくっつけて持っていきます。さっきの全章だけ、全なんとかに戻っていってもいいんですけど、一刻も早く行かないと。でもこれで泊まる場所が確保できたので、楽になったな。ん？モンベルの？あ、これは寝袋です。iPhone はもう充電しなくていいかな。 GoPro 録画してます。自転車直ってない。うん、寝袋です。かっこいいかな、寝袋がかっこいいという感覚は今一つ。それシュラフですか、港の目の前で。シュラフ、そうです。海の近くの目の前ですね。学生ならテント張ればいいのに、うん、自転車壊れたの。学生、あれ、学生じゃないが。壊れたんですか。壊れたっていうか、イオンがずっとしてるんですよ、昨日の夕方から。ギチッギチッギチッとか、ガチャシャシャっていう、ガチャじゃないな、ギチッっていう方が近いな。今日は洲本までで、おしまい。野宿の場合は明日放送できません。あと洗濯したい。パナソニックのオーダーフレームなの？30台だけどテント張りました。パナソニックのセミオーダーですね。